口ですか？僕あの松下さんの肘の角度が好きで。はい。じゃあ坪川さんにとって我が家とは何ですか？過去の栄光ですね。ぶしつけなって書いてあるからさ、台湾に。あ、宮沢さんだ。宮沢さん。はい、宮沢さんこんにちは、はい。宮沢さんはどうですか？いつもお綺麗ですね。宮沢さんはあれ今日は朝どうでした？朝まず起きたら何をするんですか？朝起きたらですか。窓開けます。窓開ける？窓開けてベランダに出ます。出るか。ベランダあれば出ますよね。ベランダ出て、うん。鳥はいましたか？鳥は。鳥は今日はいなかったですね。でもすごく鳥はよくいます。そうですよ。過ごしやすくなってきましたもんね、季節的に。そうですね。おぐしが短くなったんですね、ちょっとね。はい、そうなんです。すごい似合ってる。本当ですか？うん、とってもいいと思います。もうボブにしたくて。ボブです。はい。ボブ似合いますもんね。元祖ボブ。ね。後で怒られるんですか？いや、どうですか？後でちょっと裏こごめんなさい。本当に。でもどうでした今回映画。どうですか？お久しぶりですよね、なんかね。そうですね、もう1年以上経ってますね。そうですね。でもやっぱりなんか主役が引っ張っていくこの現場の空気なんだろうなと思いましたけど、本当に穏やかな現場でしたね。そうですね。もちろん三田監督の、うんうん、こうね、声を荒げる方が一人もいなくて、なんかすごく山形の風景と、撮影に行ってたんですけど、あ、山形だってこう癒されに行ってました。そうです、はい。宮沢さんは和服もお似合いになりますもんね。そうですね。いや、ちょっと恥ずかしいからやめてください。はい、宮沢りえさんでした。